飛び立つ前の気球ピカールと同乗者キップファー FNRS-1 のゴンドラ FNRS-1 はスイスの物理学者オーギュスト・ピカールの開発した宇宙船やオゾンを研究するための高高度気球であるベルギー国立科学研究基金からの資金援助を受けて制作された水素ガス気球で球体はモメントゴムで作られており外径30メートル 一石14,130メートル、有効荷重1000キログラムであった。ゴンドラはアルミニウム製の外径2.1メートルの球体で、二人乗りだった。酸素供給装置を備え、気圧を一定に保つために内部に機密ハッチがついていた。当時、アルミの加工技術を持っていた工場はビール工場しかなかったため、ゴンドラの製作はビール工場のエンジニアによって行われた。 FNRS-1 の初飛行は1931年5月27日に行われた。ピカールはスイスの物理学者ポール・キップファーと共にドイツのアウクスブルクで行われた。水素注入中に起きた突風により輸送車からゴンドラが滑落し発行が生じていたが、ピカールたちが登場すると彼らが知らないうちに、 渓流柵が切り離され、機体の確認する間もなく、不意の出発となってしまった。高度4000メートルで、キャビン内の気圧が、外と同じ事実に気がつき、応急処置でことなきを得る。高度1万5000メートルに達し、上昇を抑制するために水素を放出しようと、したところ、制御用のロープが切断してしまい、気球は加工不能に陥った。また、 気圧計が破損して水銀がキャビンの床に漏出し、アルミ腐食の危機器も発生したが、危害につながる配管にチューブを連結し、圧力差で水銀を吸い出して、トラブルを乗り切った。漂流状態になった気球は、高度15,780メートルの成層圏に達した後、夜間の寒気によって機能が収縮して、加工を始め、17時間後、 オーストリアのチロル州オーバーグルグルの氷河に着陸した。これは世界初の気球による成層圏到達であり、ピカールはこの業績によりハーモントロフィーを獲得した。しかし、一連の緊急事態の対応に防殺されたために肝心の宇宙船に関する測定は満足にできなかった。ピカールは帰国後、すぐに再挑戦の計画を立てた。 二度目の飛行は1932年8月18日に行われた。ピカールはベルギーの物理学者マックス・コシンズと共にスイスのデューベンドルフを離陸し、高度16,201メートルに達して、自らの高度記録を更新した後、12時間後にイタリアのガルダ湖付近に着陸した。最後の飛行は1934年8月18日に行われた。 この時は、ピカールは登場せず、飛行は、高進スト学生のニリー、バンデア・エルストによって行われた。FNRS-1 は、ベルギーのアルデンヌを離陸し、高度15,500メートルに達した後、スロベニアのジーノベリエに着陸した。移動距離は1,800キロメートルだった。ピカールはその後も気球に乗り続け、 計2 7回の浮上の最高記録は2万3000メートルであった。ありがとうございます。